皆さん、こんにちは。緑の芝生の上に凛と咲いているように見える女子プロゴルファーたちで、どの選手を見ても清純なように見えますが、実は裏の姿は肉食系なのかもと言われています。今回はそんな女子プロゴルファーたちのそうした成功についての特徴を見ていくとともに、そうした裏付けをするかのように古賀美穂さんがテレビ出演をした際にそのことについて触れているので紹介します。芝生の上に凛と立っている女子プロゴルファーたちですが、夜のジョージ、つまりはセックスにおいて6つの特徴があるのだと言われています。1つ目はとても感じやすい名器を持っているのだそうです。その理由としてはゴルフで動かす筋肉が関係しており、ゴルフというスポーツでは下半身で踏ん張り、上半身を回転させてそのひねりでボールを飛ばしています。その際に下半身の踏ん張る時間が長くなることで下半身が鍛えられてどっしりと大きくなるといいます。そのために女子ゴルファーは下半身や骨盤底筋の筋肉量が多くなり、性機能が高まるのだといいます。その結果血流が良くなり、体液の分泌が良くなることで陰部が濡れやすい体質となるそうで、さらにオーガズムといわれる累積的な性的緊張からの突然の解放、つまりは溜まっていた快感が爆発するような感覚が得やすいと言われています。さらには膣の筋肉が収縮するので、女子ゴルファーだけでなく男性へ与える快感も上昇すると言われています。よく締め付けが強いと気持ちいいと聞きますが、その締め付けが筋肉の量で強くなるということです。つまりこれだけを考えると男性にも女性にも嬉しいことが多く、女子ゴルファーの体はセックス向きな体と言えることでしょう。ただ気をつけなければならない特徴もあり、それが2つ目の女子ゴルファーは時としてマグロになるということです。マグロというのがまずどんなものかを話すと、デジタル大事典によりますと、成功の時に自らは体を動かさずただ寝転がっている相手とのことで、これがどうしてこう呼ばれているかについては、ベッドの上で寝転がっているだけの姿がまるで市場に陳列されている冷凍のマグロのようだというところから、というのが最も有力なんだそうです。ただマグロにも下ネタ的な意味としてはさらにあり、性行為をしている際にはとにかく反応がなく、何を聞いても答えない、または知らないというもので、セックスについて全てを相手任せにして自分は受け身になっているというのが特徴です。女子ゴルファーがそうなる理由についてですが、ゴルフの中で体を大きくひねり、その際に体を回して次に体を抑制しなくてはいけないことから、肩や膝、首などに多大な負荷をかけるために関節などが故障することがあるためです。セックスではゴルフに支障がないようになるべく体の負担を減らそうとするために、結果としてマグロになってしまうのだといいます。なのでいくら相手が名器だからといっても、その時の体調や状況によってゴルフを第一に考えていることを理解して合わせるようにしましょう。3つ目の特徴は、女子ゴルファーは肉食系女子が多いといいます。これにもゴルフが大きく関係しており、ゴルフという競技においては結果に関わらず常に称賛と批判の対象となっています。時には今まで築き上げてきた自分のスタイルやプレーが崩れたりして、プライベートでも思い通りにいかなかった状況になったりもします。そうしたことがストレスになり、そのストレスを解消するために狙った獲物は逃さないという肉食系スタイルのセックスになるのだと言われています。その中で出会いからすぐにセックスに持ち込まれることもあるといいます。出会って即合体が本当に実在するとは驚きが隠せません。4つ目の特徴は、セックスに対する成功のイメージが強いだそうです。楽しいセックスや幸せなセックス、快感に満ち溢れたセックスしかイメージしていないのだそうです。そのためにどんなセックスであろうと気持ちいいと感じることができるのだといいます。5つ目の特徴は、貪欲で努力家だということです。ゴルフにはもともとの才能や家系などがプロになるために必要だと言われています。しかし実際には精神的な強さがあれば努力次第で誰にでも成功のチャンスがあるスポーツでもあります。そのために女子ゴルファーの多くも
貪欲であり努力家であるという共通点があるといいます。これはゴルフだけでなくセックスにおいても同様なようで、 AV を鑑賞し研究して様々な体位に挑戦し、玩具などを使用することもためらわないと、とても積極的なのだといいます。最後に紹介する特徴は生涯現役の性生活というものです。女子ゴルファーは毎年約20人の人がプロテストに合格しているのだといいます。新人が増え続けていくのに引退する選手が少ないので、女性プロゴルファーは年々増加して競争が激しくなっているそうです。このことは女性としての生き方にも反映されているようで、生涯現役であるという意識が強いのだといいます。そのため性欲が衰えることはなく、40歳を過ぎても若い子には負けたくないという気持ちがあるのだといいます。女性の現役として男性を求め続けて、自分の女性としての魅力をアピールし続けるのだと言われています。こうした性事情について元女子プロゴルファーである古賀美穂さんが2015年3月7日に放送されたバラエティ番組のミレニアムズに出演しており、自身の経験を踏まえながら女性アスリートの性欲について猛弁を振るっていました。この日の同番組でのレギュラーメンバーから、一般的によく聞かれる女子アスリートは性欲が強いとの説について聞かれた古賀美穂さんは、一概には言えないですけども、理論的に言うと女性が戦うというのは男性ホルモンなんですね。闘争心というのは性欲とつながるんですよ。だから女性アスリートの性欲は強いです。だって戦ってるんですよ、闘争心バリバリ出してますから、と力説していたといいます。ですがそのまま見境なくしていないことについて、女性は理性があるから止められます、男性は理性がないから止められないというような感じなことも話していたのだそうです。タイガーウッズさんも女性だったら止められていたのでしょうか。そちらは置いておきまして、性事情について、寝ることの邪魔をされたくないということで、大抵済ませるのは夜の7時か8時だといいます。さらに男性のゴルファーが前日にセックスをしていると球が右に行くっていうとも話していました。なのでゴルフの試合を見ている時にやけに右に飛んでいる選手がいたら、前日の夜の営みが激しかった可能性があると持論を展開していたとも言います。古賀美穂さん自身についてはあまり右には行かなかった、むしろキレがいいと話していました。いかがでしたか。今回は女子プロゴルファーの性事情について紹介してきました。まとめると、ゴルフのプレーなどでたまったストレスを発散するために肉食的になり、さらにはゴルフの動きからつく筋肉によって、すごく男女互いに気持ちの良い体験ができるとのことでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。